ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。霊夢は深夜、ご飯を食べに行ったりすることはあるか？夜中に食べに行く牛丼は最高で、たまに行っちゃうよ。少しお腹が気になるけどね。その罪悪感もいいスパイスだと言ってもいいな。そんな夜中に飲食店に行くことなんだが、とある事件をきっかけに、夜一人で飲食店に行くのを避けるようになった。という声が増えた事件があるんだ。そんなことがあるの？詳しく教えてよ。それなら今回は、ペッパーランチ事件についてと、その犯人、北山大輔、三宅正信について解説していくぜ。それではゆっくりしていってねー。これはいつどこで起きた事件なの？2007年5月9日の深夜、大阪市中央区心斎橋筋にある、ペッパーランチ心斎橋店で起きた事件だな。一人で食事に訪れた20代の女性が監禁されたんだ。この監禁された女性を、A さんと呼んでいくぜ。かなり物騒だね。一体誰がそんなことをしたの？この店の店長である北山大輔と、従業員だった三宅正信だな。当時店内には、この犯人二人と A さんだけで、他にお客さんや従業員はいなかったんだ。だからこんな事件が起きてしまったんだね。犯人の二人はどう襲ったの？まず A さんが食事をしているのに、店のシャッターを閉めて、閉店準備を開始するんだぜ。急にそんなことをするなんて怖すぎるよ。そして北山大輔が、A さんの首裏にスタンガンを当てて放電し、さらに A さんを引き倒して、仲間からお前を連れてくるように頼まれている。逃してやるから、今はおとなしく言うことを聞け。とわけのわからないことを言い、A さんに大量の睡眠薬を飲ませるんだ。ひどすぎない？そして犯人の二人は、A さんの携帯電話をチェックし、店に入る前に、誰かと連絡を取っていないか確認したんだぜ。その後 GPS 機能を恐れ、携帯を壊して捨てているんだ。そこまでするなんて、もう生きて返す気がないように感じちゃうね。そのままお店に閉じ込めたの？5時頃に店を出て、車を使って40キロほど離れたガレージに、A さんを運び込んでいるぜ。そして7時頃ガレージに着き、二人がかりで、ガレージ内にあった三宅正信の車に A さんを運び、北山大輔が強姦しているんだ。それが目的だったんだね。相手の人権を考えない最低の犯人だな。三宅正信はどうしたの？A さんが持っていた5万5千円を奪い、滞納していたガレージの賃料を払いに行くんだぜ。お金まで奪ってるんだ？ちなみにこの賃料を払いに来た時の様子について、ガレージのオーナーが、あんな事件を起こしている最中とは思えないほど落ち着いていた、と証言しているんだ。人を監禁した後に落ち着いているなんて、人の心があるとは思えないよ。罪の意識すらないんだろうな。そして賃料を払い終えた三宅正信も、強姦に加わった後、翌日も性的暴行を加える目的で、A さんを下着姿のまま縛り上げ、ガレージに停めた車の中に閉じ込めるんだ。最低すぎるよ。A さんは無事だったの？運よく拘束具が緩んでいたから自力で逃げ出し、車の外に出て、大声で助けを求めているぜ。逃げ出せたんだ。そしてこれを聞きつけた近所の男性が、ガレージの様子を見に行って A さんを保護し、警察に通報したんだ。気がついたのが犯人じゃなくて、本当によかったよ。不幸中の幸いだな。ちなみにこの A さんを保護した男性が、当時の状況について、女の子は裸足で、左目の白目の部分が黄色くなっていたので、すぐに誰かに殴られたんだ、とわかりました。と証言しているんだ。的確に状況判断できる人でよかった。その後犯人の二人は逮捕されたんだね。そういうことだな。こんなひどいことをした犯人はどんな奴なの？まず店長だった北山大輔は、幼い頃に母親を亡くし、叔母に育てられたんだ。その叔母は、実の子のように北山大輔を育てたようで、幼い頃の経験で、性格が歪むようなことはなかったと考えられているんだぜ。今まで紹介してくれた、凶悪な事件を起こす犯人は、幼い頃に辛い思いをした人が多かったけど、そうじゃないんだね。そして中学時代の同級生によると、おとなしい性格で、印象に残らないような生徒、だったんだ。中学卒業後は工業高校に進学し、高校を出てからは、職を転々としていたそうだぜ。そこだけ聞くと事件を起こすようには思えないね。そして事件を起こす約1年前である、2006年7月に、株式会社ペッパーフードサービスに、正社員として入社したんだぜ。ずっと事件を起こした店舗で働いていたの？はじめは違う店舗で働いていて、事件を起こした店舗では、事件の約2ヶ月前から働き始めたんだ。そして意外なことに、北山大輔には交際相手がいて、さらに妊娠が発覚したことにより、近いうちに結婚する予定だったんだぜ。交際相手がいたのにこんなことをしたの？さらに離婚歴もあり、前妻との間に子供もいたんだ。子供までいたんだ？家庭でもひどい性格だったのかな？
そこは明らかになっていないが、その可能性は高いな。ただ事件当時に付き合っていた交際相手とは、できちゃった婚寸前だったことから、性に関してだらしがないってのは想像できるぜ。その時に付き合っていた相手もかわいそうだよね。もう一人の犯人、三宅正信はどんな性格だったの？小学4年生の頃から引きこもりがちで、中学卒業までほとんど学校に行っていなかったようだぜ。高校には行ったのかな？高校には進学せず就職しているな。そして義務教育をきちんと受けなかったことから、漢字の読み書きや読解能力に問題があり、他者の気持ちを理解する能力や、犯罪後に自分がどうなるかなど、将来のことを考えるのも困難だったそうだぜ。お勉強は大事だね。北山大輔とはいつから知り合いだったの？中学時代に同級生だったようだが、特に仲がいいわけではなかったようだな。だが、北山大輔が高校3年生の時に、偶然ゲームセンターで再会し、そこから仲良くなったんだぜ。最低な二人が出会っちゃったんだね。そして北山大輔と同じレストランで一緒に働くようになったんだ。真面目に働いていたのかな？三宅正信は無遅刻無欠勤で、真面目に働いていたようだぜ。そして北山大輔からの誘いにより、同じ店舗で働くようになったんだ。真面目だったのがかなり意外だよ。一人暮らしをしていたの？こっちも意外なんだが、同棲する恋人がいたようだぜ。そういう行為ができないからやったのかと思ったけど、そうじゃないんだね。恋人もいるなら、どうしてこんなことをしたのかな？北山大輔と三宅正信はかなりひどい会話をしていて、うちの店、可愛いお客さん多いよね。やりたいなぁ。美人とやるには襲わないと無理かな。と言っていたそうだぜ。最低な会話だよ。だから無理やり人を襲ったりするのが性癖だったんだろうな。迷惑すぎる性癖だね。そして事件が起きる少し前には、交換に使う目的でスタンガンを2台購入し、二人は通行中の女性の中からターゲットを探したこともあったんだ。だが道で誰かを襲うのは無理だと判断し、断念しているぜ。狙えそうな人がいたら、別の人が被害に遭っていたんだね。その可能性が高いだろうな。そして二人は、避妊具や大人のおもちゃ、さらに拘束具などを、10万円も使って購入していたんだ。もう犯行をする気しかないよね。逮捕後にした供述によると、最初は、絶対に女性を襲って拘束するとまでは、考えていなかったようで、道具を買い揃えるうちに決意が固まったようだな。そして深夜に訪れた A さんを見て、計画を実行したんだ。そんなの恐怖でしかないし、絶対に許せないよ。裁判はどうなったの？まず検察は二人に、懲役10年を求刑したんだ。そして裁判所は、悪質さは同種事件の中で、ひときわ抜きん出ている。求刑は軽気に過ぎると言わざるを得ない。飲食店のスタッフが食事中の女性客を襲った、前代未聞の衝撃的な事件。女性の尊厳に対する配慮が見られず、極悪非道で被害女性の屈辱感は計り知れない。として、北山大輔には懲役12年、三宅正信には、懲役10年が言い渡されているぜ。北山大輔には求刑より重くなったんだ。求刑以上の判決になることは滅多にないから、かなり珍しい事例だな。でもたったそれだけ？って思っちゃうよ。犯人は警察に取り調べを受けた際、殺すつもりだったと供述しているんだ。A さんが逃げれなかったら、そのまま殺されていた可能性も高いし、殺人罪と同じ扱いでもいいんじゃないか？って思ってしまうな。性犯罪は再犯率も高いっていうし、いろんな意味でもっと罪を重くしてほしいよね。二人はもう出所しているのかな？出所しているぜ。そして名前を変えたりして、どこかにいるんだろうな。こんな最低な人が近くにいるかもと考えたら怖すぎるね。もう犯罪を犯さないことを祈るぜ。実はこの事件には、いろいろな謎、というか不可解な部分があるんだぜ。どういうこと？まず放送規制があったという噂があるんだ。都会で有名なチェーン店で、こんな残酷な事件があったら、普通はかなりメディアに取り上げられるよな。それが大手のメディアで、少しだけ触れられただけだったんだぜ。確かに結構大きなニュースになってもおかしくないよね。さらにそれだけじゃなく、ネットで、ペッパーランチ事件、ペッパーランチ、監禁、といったワードを検索できない時期があったり、北山大輔、三宅正信の名前を検索すると、最初は6万件近いヒットがあったが、150件まで減少したという話もあるんだぜ。めちゃくちゃ怪しいじゃん。どうしてそんなことになったんだろう？被害者である A さんのプライバシーに配慮したという噂や、犯人の関係者に反社会的勢力がいて、その圧力があった、という公案があるな。どれも証拠とかはないんだよね。証拠はないが、ペッパーランチ事件があまり報道されなかった要因の一つとして、ペッパーランチ事件が、初めて報じられた次の日に、
とある男が人質と一緒に立てこもる事件が起きたんだ。だから、立てこもり発砲事件が起こるタイミングが良すぎる。ペッパーランチ事件を隠したくて、犯人はわざと立てこもり事件を起こしたのでは？という噂が出たんだぜ。確かにタイミングはいいけど、さすがに偶然だよね。そうだとは思うが、立てこもり事件の犯人が、三宅正信の父親と同じ組織だという話もあるんだ。確かな情報源はないから、あくまで噂だがな。実際どうなのか気になるなぁ。他にも不可解なことってあるの？実は他にも被害者がいたという噂があるんだぜ。え？どうしてそんな噂があるの？まず事件が起きた店舗とは違う、ペッパーランチの店舗でアルバイトをしていた。金時というお笑い芸人コンビがいるんだ。ふむふむ。そのコンビがとあるイベントで、この事件のことに関して話していて、あの店長ともう一人の男二人で、女の人連れてってレイプしてたんですけど、あれね、ほんまはね、女の人三人おったんですよ。三人連れてって睡眠薬飲まされて、で、一人脱出して見つかって、あとの二人、まだ行方不明なんです。という内容だったんだぜ。大変じゃん。もっと詳しく教えてよ。この芸人コンビは、これ以降事件に関して、口に出すことがないまま解散したんだ。だから真相は闇の中だぜ。かなり怪しくない？もしかしてそれを話したから、消されちゃったとか。そんな噂もあったが、二人は解散以降も芸能活動は続けているんだ。この話をして知名度を上げたかった、もしくはイベントを盛り上げたかった、という可能性が高いと思われているんだぜ。もし本当にそれが理由だとしたら、警察も迷惑だし、どうだったか気になることだらけだよ。他にも事件に関して何かあったの？ A さんは、自分を保護してくれた男性や警察に、犯人は4人いた、と話していたそうなんだ。え？捕まらなかった犯人がいるってこと？だが A さんは裁判で、ガレージの外から聞こえてきた声を、共犯者の声だと勘違いしていたのかもしれない。大衆などから考えて、現場にいたのは二人だけだったと思う。と証言しているのと、警察による検査で、共犯者がいたという説は否定されているんだぜ。それなら A さんの勘違いなんだね。多分な。ということで今回は、ペッパーランチ事件について解説してみたぜ。日本は平和だって言うけど、こんな事件があると安心できないね。比較的に安全なのは間違いないんだが、全員がまともだとは限らないからな。こんな事件はそう簡単に起こらないが、警戒しておくことに越したことはないぜ。視聴者の皆さんも夜中には一人で家を出ないなど、十分に気をつけてね。ということでこのチャンネルでは、世の中のヤバい人物や事件について解説していくぜ。この動画は事件、犯人の背景経緯を知り、今後このような被害に遭わないために、役立てていただけたら幸いだぜ。最後まで、ご視聴ありがとうございました。